熊野古道講座。このチャンネルは熊野古道を読み解く講座です。いつものように Google Earth Pro を使って解説していきます。 Google マップに解明した熊野古道をマッピングしています。 Google Earth Pro は自分で作成したマップを表示させることができるのです。ストリートビューを使えばそこにあるものを見ることもできます。研究者としてはこれは使えるアイテムです。第5回最終回、藤原の定家明月記、熊野御光記。建仁元年10月19日あっぱれ、明け方に宿所を出てまた道に赴く。腰を持ってきたのでやはりこれに乗る。天馬などがわずかに参る。詩を順番に送る。先達侍らはこれに乗る。三階の眺望は今日がないことはない。この道はまた王子が数多くおられる。午後2時頃那智に散着する。那智にお参りのこと。まず滝殿に拝す。険しく遠い道で明け方から食べていないので力がない。極めてすべなし。次に御前を拝して宿所に入る。しばらくして御光とのこと。日が入った頃宝前に参ると御拝奉幣されている。また羽振氏の禄を受け取って次に人口を備えさせる。列島がこれを設けて取る。天狗のこと。苦行が順番に取り継ぐ。一万剣族、十万金剛同時、等の御前。天上人が、やはり順番に、これを取り継ぐ。私も、同じくこれを取る。次に、お経、苦行書に、入魚。霊の伏せを取り、次に、源比べとのこと。この間に、私的に奉幣し、宿所に退き下がる。夜中に御所に参り、霊の和歌が終わって、退き下がる。二座である、位置は飛鳥とのこと。疲労病気の間は、毎時、夢のようだ。二十日明け方より雨が降る。松明がなく、夜明けを待つ間、雨が急に降る。晴れるのを待ったが、ますます雨は強くなる。よって栄養出て、雨が強いので身の傘で、一里ばかり行くと、夜が明ける。風雨の間、道が狭く、傘を取ることができない。身の傘を着て、腰の中は、まるで海のようになり。水の流れ落ちる様は、林のようだ。一日中かけて、再会を超える。心中は、夢のようだ。未だ、このようなことに、あったことはない。雲取り、至近法王は、手を立てたようだ。至近法王を、超えること。山中に、ただ、意中の小さな家がある。右衛門の神、藤原の高清が、これに宿していたのだ。私は、入れ替わってそこに入り、形のような軽い食事をする。その後、また衣装を出し、着る。ただ、水中に入るようだ。この辺りで、雨が止んだ。前後深く。午後8時頃。本宮に着き、寝つく。この道の、艱難さは、大航路以上のものだ。いちいち、記す、いとまもないほどだ。21日あっぱれ。明け方に御所に参る。出魚の間に前行して宝前に参り、御拝をした。霊殿に入魚する。宿所に
帰ってのこと。また、火事があるだろうとのこと。この間に退出して、先陣して、馳せ走り、湯川で、昼夜しないして、地下露の宿所に着く。22日あっぱれ。明け方に、地下露を出て、滝尻に下る。マナゴの小さな家で、昼夜しないをして、午後2時頃に、田辺宿所に着く。日が沈んだ後、この宿所を出て、霧部を過ぎ、岩内に入る。明日、往路の3泊分の宿を、越さなければならないのだ。帰路は遠路なのに、人が多く、しようがないから、今夜は、このように迷惑するのか。夜明け頃に、この宿所に入って、一眠りする。23日あっぱれ。日の出の後、川を渡り、小松原を過ぎ、獅子の瀬山を越えて、午前11時頃、湯浅宿所に入る。ここで五郎という男が、宿所を甚だ、不相応に、贅沢にしてくれた。湯浅に入り、五郎が、過ぎた、もてなしをしてくれたこと。私は缶に絶えず、引いていた影の馬を、花向けに与えた。今日は思いがけず休息でき、終日寝た。24日曇り雨が降っては時々止んだ。明け方に出発し、神楽坂、藤代山を越える。雨が甚だしく、路頭に迷い、うろたえ取り乱す。藤代の宿所に入り、消食。それが済んで、また出発。雨をしのいで、小野山を越え、午後4時頃、新立宿に入る。御所近辺の、狩屋である。国の役人が、果実などのささやかなものを送ってきた。25日あっぱれ。明け方に、御所に参り、出御以前に出発。オードリーの小家で、食事。食事が済んだ後に出て、住吉、天王寺を過ぎ。ながら、宿所に入る。教会より、半列が到来した。半列は、船を伴っていた。よって、この船で淀川を渡る。ただし、この宿は、細川庄なり時の手配であるが、人が来ていないとのこと。よって、すぐに出発した。馳せ走って、水瀬宿に入る。山崎の前々からの、宿所である。今日は、15、6里を過ぎた。五行は、ながらよりお船にお登りになったとのこと。一眠りする。26日あっぱれ。鶏が鳴く頃に、五行が入魚とのこと。ただし、ただいますぐに出魚とのこと。車中弁、藤原の名が房がこれを示し送る。よって、急ぎ出る。明け方の頃、鳥羽の御精進屋に、入魚する。すぐまた、出魚する。稲荷に、ご参拝のこと。ご拝、お経供養はいつもの通り。この間に、私的な奉幣。応援を、渡るとのこと。伏せを取る。安家、中将と私は、同志の伏せを取った。終わってすぐに入魚。二条城殿の美は、なおこの人数で参りなさいとのこと。しかしながら、私は少々の人々に知らせて、これより退出する。九条に入って消食して、すぐには精出て、日吉に参る。すぐに、日吉に謝参のこと。私の宿願によってのことである。馬場のあたりにおいて、東宮権の大夫、藤原の宗頼に会う。午後2時頃に、参帰する。奉幣して、すぐに、馳せ帰る。聖観寺のあたりで、松明を取り、京に帰り、先発、沐浴してから寝つく。今夜は、魚を食す。27日。道中の蔵物を、先達のもとに送ること。早朝、道中の蔵物をことごとく水で洗い。また、蔵物などを取り集めて、先達のもとに送る。これは恒例のことであるとのこと。文則が、これを手配した。終わり。いかがでしたでしょうか。藤原の定家はこの時40歳、後鳥羽上皇は22歳でありました。前回この熊野古道講座で年齢を間違えて言ってしまいました。ここに訂正いたします。
この旅は22歳の後鳥羽上皇はすでに3回熊野に通っていました。22歳にしてその道を熟知していたわけで、結果的に後鳥羽上皇は28回もの熊野武功を行います。その勢力は恐るべきものがあります。ちなみに一番多いのは後白河上皇の34回ですので、この時の上皇らの熊野武功にはいささか驚くべきものがありました。その一方で藤原の定家は40歳、初めての熊野詣であり、後鳥羽上皇とのこの旅の熊野御行は立身出世をかけた命がけの旅でもあったと言われています。最終的に71歳で権中納言に任ぜられる大出世を果たしたのでありますが、どうして藤原定家は官位にこだわったのでありましょうか。一説には明月記は子孫に向けた作法の伝授であったとも言われています。18歳から74歳までも56年間に及ぶ克明な日記はこうして完成したのだと言われています。簡潔な文章にところどころ感情が入り混じる文体、そうした官位や家柄へのこだわりがから来ていたのではないでしょうか。だからこそ官類禁じがたしだとか、この出来事は生まれる前から決まっていた定めだとか、不平等な仕打ちにはふざけるなと記したのでありましょう。この自分の感情を出してしまうところが人間味としては良かったのでしょうが、これを後鳥羽上皇が激怒する事件が起きました。大切な歌会で不満を託した和歌を持参したところ、後鳥羽上皇の逆鱗に触れて和歌の活動を禁じられたといいます。もはやこれまでと思ったところ、その後後鳥羽上皇は沖に流されるという事件があり、奇跡的に復活を遂げ、それ以後も出世を続けたのであります。今の時代、こうした立身出世ばかり行うことを嫌う傾向がありますが、藤原の定家の生きた時代は出世することがすなわち生き残ることであったのだと考えると、あの屈辱に耐えながら歌の道を極める姿は私には男の美学だと思いましたが、いかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。皆様に熊野権現のご加護がありますように。さようなら。